ネイピア、ネイピアの一町並みネイピアはニュージーランド北島東岸のホークス米地方に位置する都市で港町である。ネイピアが現地の発音に近い。人口は約6.6万人。北島の首都ウェリントンから北東に 320km の距離にある。南へおよそ 10km 行くとヘイスティングズという町があり、ネイピアと共に双子の都市と呼ばれている。 また、ネイピアはニュージーランド有数のリンゴ、西洋ナシ、ワイン用ブドウの産地でもある。ネイピア港からは、冷凍肉、羊毛、パルプなどが主に輸出される。港湾都市、アールデコの街並みで有名。この街にヨーロッパ系移民が移り住んだのは1800年代半ば頃である。その当時現在のホークスベイ空港やマレワ地区の、 辺りは海水混じりの沼地であり、当初は不衛生でコレラなどの病気が発生する可能性があるとしてあまり好まれなかったにもかかわらず、1900年代初期頃から急速に発展した。当時は周辺の平地は高天寺には高潮の危険性があったため人々は主にブラフ級に住み、そのため当時の町の中心部は現在よりも少し北側にあった。 高潮対策として1892年にネイピア刑務所の囚人を使って建てられたのが高さ約50センチのコンクリート製のシーオールである。その一部は現在も残っている。ネイピア刑務所はブラフ級の中原に存在した。今は刑務所はなくなり、建物は刑務所バックパッカーズとして観光客が泊まることができる場所となっている。 1931年2月3日のホークスベイ地震によりネーピアは壊滅的被害を受けた。この地震で地盤が最大4メートル上昇し、沼地が工作地や住宅地として利用可能となった。市街地の復興は当時の建築衣装の流行であったアールデコ様式で統一して行われ、現在世界で有数の最もアールデコ様式の建築物がまとまって残っている街、 となっている。ネイピアのダウンタウンには、アールデコ様式の建築物が多くあり、街の観光は主に、アールデコ建築を見て歩くことである。毎年ホークスベイ自身の記念日前後には、アールデコウェイクエンドと呼ばれる祭りが行われ、当時の仮装をした市民で賑わう。参加台数が100台を超すクラシックカーパレードや、古典的飛行機が飛ぶエアロデコも、祭りの一部として有名。 隣接のヘイスティングと共にホークスベイのこの地区はワイナリー産業の盛んなところでワイナリー飲み巡りやワイナリーレストランなども充実している。海に面しているが海水浴には適さない。ネーピアの眺め1980年から日本の北海道苫小牧市と姉妹都市になっている。これは苫小牧市に工場を持つ王子製紙が1971年に 家庭用紙事業に進出する際、同社がネピア市でパルプ事業を開始していた縁からネピアの名を採用したため。ただしその商標は日本語の老マ字表記に合わせてネピアとされており、本来の綴りとは異なる。ありがとうございます。